最初は地獄に落ちたのかと思った。どうしようもなく曖昧な生き方を終えて地獄に落ちて罰せられて。でも違った。罰なんかじゃない。これはきっと恩寵だ。今度こそ、今度こそ僕は生きるんだ。この世界で生きるんだ。この年には、三人には、僕の来歴には、やはり何かある。家族なんです。守りたいじゃないですか。まずは世界を知りたい。あと友達が、仲間が欲しいかな。僕はちゃんと生きて、そして死ぬ。最果てのパラディン。2021年10月放送開始。お久しぶりです、灯火の神様。